15日間にわたって全国を盛り上げてきましたノアのオータムナビゲーション2010最終戦、ジュニアタッグの祭典とも言っていい日テレ杯、そこに参戦し惜しくも今日優勝決定トーナメントには進めなかったチームがこの第2試合なんと8人タッグで激突します。30分の一本勝負です。まず青コーナーサイドからは DDT の安浦の道のプロレスの剣梅、そして大阪プロレスの小峠原田、ノアマット外ではなかなか見ることができないこの4人の入場です。まずは安浦の陸統合とともに参戦しました。そして剣梅ザ・グレートサスケと参戦、さらに大阪プロレス小峠敦、一番後ろから原田大輔、こちらがデビュー2年目の剣梅道のプロレスです。そして華麗な空中殺法はこちらも同じく小峠敦、さらにそのパートナー原田大輔、団体では見られない DDT 道のプロレス大阪プロレスのコラボレーションです。安浦の手前小峠敦、こちらは剣梅、なかなか同じマットの上でチームとして揃うことはありません。青コーナーサイドの4人対する赤コーナーもある意味珍しいチームと言っていいでしょう。ノアの石森マルビンに健介オフィスの中島梶原、この4人のチームです。まずは健介オフィスの梶原中島、そしてリッキーマルビン右手を高々と掲げました、さらには石森大臣、豪華な8人です。裏を返せばこのメンバーでも優勝決定トーナメントには進めなかった、それだけのレベルの高さ、日テレ杯今回も激戦が行われました。全中1位ジュネタックチャンピオン石森マルビングがあーっと仕掛けた、 DDT 道のプロレス大阪プロレスに仕掛けました。さあ各々が飛び技も持っていますがどんな展開になるか、リング上は大阪プロレスの2人がマルビンと石森を捕まえています。小峠が地獄好きを石森へ、そして原田が今小峠とアイコンタクトした、2人あーっと逆に返していって、いやもう一度大阪プロレスでぶつけていきました。そして場外では激しくやり合っています、安浦野と梶原、それから剣梅と中島、さあ今度は石森を2人で捕まえてダブルキック、4つドロップキックを見せてきました。さあそこをマルビンが救出に入りましたが、それをも捕まえようという大阪プロレスの2人、ダブルのキック前から後ろ、あーっとこれはうまくキックは貸している、さあマルビン反撃に移れるか、円錐切り、さあ石森、ノア勢が原田を捕まえます。対角線に振ってマルビンはかわした、エルボー打っていく、原田が一人で打開するか、トライアーと投げていった先にはマルビン、大阪プロレスで見せます。リーグ戦では B ブロック5位、1勝3敗だった小峠原田組、桃の青春タッグがまずはこの第2試合序盤戦を制しました。小峠が石森に対してムーンサルトプレス、綺麗に決めた原田のエルボー、さあカウントがいるが2つです、ここは2つ、なんとか健介オフィスの2人がカットに入りました。さあ再び4人が入り乱れます。1対1で試合の権利を持ち合う、そんな展開にリング上はようやくなってきました。試合の権利は青コーナー原田、しかしまた小峠を招き入れます。連携では一途の長があります。大阪プロレスタッグチャンピオンになっています、小峠原田、桃の青春タッグ、まず青春の青、そして桃のピンクがいった、顔面を捉えました小峠、さあ指を差して、しかしマルビンがダブルでいった、原田がもう一度行く、それを捉えたのは石森です。石森がスライディングして下からコーナーポスト使った、さらにマルビン原田を捕まえる、もう一度ロープのハンドを使ってここでも合体、円錐切りジャーマン、そして膝カバーに行く、これは剣梅カット、道のプロレスの剣梅がカットに入りました。サスケと組んで A ブロック1勝3敗5位でした剣梅、さあ早くもスーパースターが舞うか、しかし原田が見ていて受け止めて片山ジャーマンか、いやこれは着地した、顔面を捉える、またも小峠入ってきた、捉えてあっ DDT 返したのは小峠です。ラリアットかわしている、キックもかわしてそばっと顔面へ、原田バックを捉えてマルビンがロープのハンドを使う、顔面にいった、しかしウトロスキック、ラリアット殴りつけていきました、
さあここまではノアと大阪プロレスのぶつかり合い、試合の権利は原田と石森、手を伸ばすのは剣梅です。キャリアは2年目という一国プロレスの剣梅と梶原聡が入ってきました。ノアではなかなか見ることができなかったこの剣梅のファイト、道のくプロレス。さあ倒していった、速さでは他の団体には負けたくないと話していた剣梅、飛び込んでいく、ロープは軽くなってきました。ここでヘッドスターフォークした、しかし剣梅はニュートラルコーナー倒していった、エプロンサイドからスワンダイブするか、ライラとかした、エプロン越しの攻防ですが乗っかって剣梅がここでタランチュラ捉えていきました。カズマラを捉えた剣梅、道のプロレスのレスリングを見せつけます。さあさらにニュートラルコーナーに登っていく、高いところから、あっこれはカズマラが迎撃しました。さあ今度は健介オフィスのカズマラが攻勢に出るか、エルボーを打っていきました。中島カズマラ組は A ブロック4、1勝2敗1つの引き分け、このサスケ剣梅組には勝ったのが中島カズマラ組です。剣梅としてはそのリベンジなるかというところですが、ネックチャンスリー中島ニュートラルコーナーに登っていった、剣梅を捉えています。さあ健介オフィスの中島が道のプロレスの剣梅へミサイルキックを打っていきました。カバーに入る梶原中島、この2人で A ブロック4位でした。ザゲリ、この重い打撃があります。剣梅は165センチと小柄ですので、打撃では振りか、あーっといった、場外の梶原へ飛んでいきました剣梅、ノータッチ飛べ。さあ安浦のが入ってきました。中島はロープに振り返す、キックは見ています。安浦がここでジャックナイフ、あっとブリッジでこらえました中島、逆に逆さ抑え込み、や安浦のエンジン切り、得意技はツームストンパイルドライバーです。その流れに持っていけるか、自らクロスしていって横から何を見せるのか、前に来てあっと猫だましした、そして丸め込んでいったスモールバッケージホールド、カウントは2つです。試合時間は5分を経過しています。ラリアットかわして逆さ抑え込み合戦か、もう一度体勢を入れ替えて抑えていった安浦のカウンター2です。回していって肩がついているのはやはり中島、さあバンダナを投げ捨てた、バックに回った梶原、中島がキック攻撃、これは誤爆、剣梅向こうに走る、さあ剣梅を走らせておいて何を見せるか、抱え上げてあっと上から飛んできた、この辺りの跳躍力を生かしてきます剣梅です。さあ安浦の声が響いていきます。ディック統合とのチーム惜しくも B ブロック3位、1点届きませんでした安浦の DDT、 その安浦のエルボー、剣梅がエルボーで続いていく、そして大阪プロレスはここでも連携、桃の青春タッグが飛んでいきました。さあ中島を捉えるか、決めに行くでしょうか、安浦のがニュートラルコーナーに登って笑顔を見せている。さあここでなかなか普段は組まない多団体同士ですが、あっとここでマルビンが入ってきた、よく見ていました、初彦は剣梅にキック、そして石森がここでヘッドスターソイップ、そして狙っている、飛んでいった、マルビンが抱え上げる。さあここにまずは梶原が狙うか、コーナーのトップからムーンサルトプレス、さらに中島のキック、強烈な一撃、さあカバーに入った、原田が潰していきました、青いレスシングレットの大阪プロレス原田。さあリング内外で8人が入り乱れています、狙っているのは石森大臣、あっと外に飛んでいった、なんとコーナーから場外へのムーンサルトアタック。さあ中島勝彦はあっとなんとレフェリーごとジャーマン狙うか、安浦のがレフェリーを捕まえている、これでは投げられません、あっとここでレフェリーとの誤爆は避けましたが急所攻撃、さあそして顔面へ、さあ剣梅が入ってきます、グレーとサスケと組んで A ブロック5位でした、1勝3敗、敗れたのが全てこの剣梅、自ら の、まあ、その経験の浅さを露呈してしまったと話した剣梅、中島はカバーしていきましたがカウンター2つです。岩手の北亀市周辺に伝わる伝統芸能鬼剣梅がモチーフとなっています。さあ狙っていくかキック、カウンターで待っていました、カ
かわした、剣馬がここから横から入っていく、スクールボーイでカウントがいる、カウント2つ、腕を捉えないでラーマヒストなるか、カウントがいるがどうだ、中島返します。さあ剣馬が決めに行けるかどうか、前から飛びついていった、しかし中島は持ち上げて勝丸と合体、目まぐるしい攻撃です。顔面打ちつけました剣馬。さあ中島の投げ技、あーと垂直落下、これはなんとかカットしました。しかし青コーナー赤コーナー入り乱れます。試合の権利は中島克彦と剣馬。あーとトペスイシーダは安浦を、そしてトルニージョーマルディ。さあ試合の権利はあーと顔面キック、1回転しました剣馬、がっちり抑えた中島克彦、3つ入りました。勝ったのはどちらのコーナーでしょうか、赤コーナーです、中島克彦がスリーカウント、最後は剣馬に強烈なキック、スリーカウントを取りました。勝ったのはノアと中島克彦の赤コーナー。いやーしかしこの石森も飛びました、小峠も安浦野も飛びました、これぞジュニアの醍醐味。ジュニアの祭典に敗れはしましたが、それぞれの団体の持ち味を大いにアピールしました。最終後楽園ホール大会、試合時間8分40秒、まだまだ見ていたかったこの4人と4人のぶつかり合い、勝ったのは赤コーナーサイド、中島克彦が剣馬を抑えました。そして今安浦野が珍しく場内に頭を下げましたが、あっと丸見を挑発しました、安浦野が逃げていった、場外で捕まえた丸見と石森。このミッテル杯は今日で、まあ、優勝チームが決まりますが、あるいはノアと他の団体で何かこの後も遺恨があるでしょうか、謝れと土下座と丸見が日本語で安浦野に出場しています。あっとなぜか頭を下げている安浦野、それを見て気持ちよさそうに下がっていく丸見、中島、石森、梶原です。お前らは悪いだろう、また他団体同士責任をなすりつけ合う形になってしまった安浦の現場、ただ DDT も大阪プロレス、道のプロレスも素晴らしい戦いをこのツアーでは見せてくれました。果たして次なる参戦があるんでしょうか、それが非常に楽しみ。ジュニアの改めて魅力をアピールしました第2試合は8人タッグマッチ、8分40秒、赤コーナーのノアとケンスケオフィスの4人が DDT 大阪プロレス道のプロレスの4人を下しています。